to write you this song. A day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding. はい、それでは簡単になんですけど、こちらのバイクの紹介をしたいと思います。ジャイアントのクロスター、こちらの、まあ、S サイズのフレームだと、重量が完成した重量が 9.9 キロとかなり軽い分類のクロスバイクだそうです。特徴なんですけど、まずフレーム、今回こちら入ってたのは M サイズなんですけど、フレームも、これフォークも全部オールアルミ素材だそうです。サドルもジャイアントの多分純正品だと思うんですけど、結構スポーティーなタイプになってます。でベルもちゃんと元からついていて、ギアはシマノですね。シマノの、リアが8枚、フロントが3枚なんで24段変速ができるかな。でこれリフレクターかながついてますね。で次がブレーキは V ブレーキ、はい。ホイールはジャイアントの、どこに書いてあるかな。ホイールはおそらくジャイアントのものですね。タイヤは 728C。次ドライブトレイン周りですね。フロントディレイラーがターニー、シマノのターニー。クランクセットは、チェーンリングが3枚ついていて、これもなんだろう、これアルミかな、ちょっとごめんなさい、わかんないですけど。で、ペダルも最初からついてまして、ウェルゴでいいのかな、ウェルゴっていうのがついてました。リアディレイラーはこれもシマノのアセラというものがついてます。ちょっとネットとかで見ればわかるかな。でリフレクターついてて、でシートポストは簡単にこういう風に調整できるタイプですね。まあざっと今日はこんな感じかな。なんとこれが当選しました。